どうもこんにちは、速稼塾の久保です。まあこれはですね、まあ、いつか後悔というコーナーなんですけども、すぐには一般公開しないかもしれませんけども、そのうち公開しようかなと。でもすぐに公開するかもしれないですね。今回ね、株のことについてなんですけども、株って言われてもいきなり興味がなかなか持てないと思うんですよ。それはですね、実は株の世界ってむちゃくちゃ美味しいんですよ。むちゃくちゃ美味しいから金持ちだけで知っておきたいんですよね。で、まあ極端な話ですけども、金がない人が金持ちになるっていうことが続いちゃうと、金持ちのそのインセンティブが薄まるんですよね。だから金持ちになった人はどうやって金持ちになるのかってことは基本的に教えたくないんですよ。で、その中でも一部の人が本当にね、お人よしというかね、よく言うじゃないですか。本当に儲かる方法があるんだったら、なんでわざわざそれ人に教えるの？本当に儲かるんだったら一人でこっそりやるんじゃないの？ってもっともらしいこと言うじゃないですか。それ多分この動画を見てらっしゃる方も納得してるんじゃないですか。いや、私はね、本当にそうなのかなと思いますよ。だって本当に儲かる方法があるんだったら、そういういい話があるんだったら自分の周りに言いたくないですか。だっていい話を自分だけで独占してね、人のことにはもう話さない、内緒にしちゃうって、それ完全に金持ちの発想ですよ。自分さえ良ければいいって人の発想ですよ。でも自分の家族とか自分の友人とか自分の大切な人に、こんないい方法があるんだよって、これ教えたくなるのが私たち普通の人の人情じゃないですか。その方法が手に入らないから、なかなか広めていけなくって、結果詐欺みたいなものを広めちゃうみたいなこともあるわけじゃないですか。まあなんかね、変なね、ネットワークビジネスとか変な投資話っていうのを真に受けて、こんな美味しい話があるよって喋っちゃうのは、それは広めなくていい方、いい話でしょ。それを広めちゃうわけですよね。だから本当に広めるべきは、自分がやってみて、あ、こんな簡単にお金って手に入るんだ、こんな簡単に美味しい方法ってあるんだってものがあったら、いや本当に儲かる方法だから教えないってなります？教えると思うんですよ、私はね。でも既得権を持った人って、どうやって既得権を持つ方法が手に入ったかって教えないばかりか、これは他の人に使えないようにしようっていうふうに規制を作っちゃうんですよね。だから豊かになる方法はずっとシークレットなんですよ。で、その代表格が株ですよ。だってみんなしてね、ほとんどの人が株式会社に勤めてる。つまりは株主に対して何かね、利的行動を取ってるわけですよ。株主を儲けさせる行動を取るわけですよ。株式会社で働く、株式会社の商品を買うってことは、株価が上がることをやってるわけですからね。で、せっかく株価が上がったのに、給料には反映されないし、商品代金が割安になるってことはないでしょ。なぜなら株価が上がった分、株主って言って株を持ってる人が自動的に儲かる仕組み、そこに利益がどん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 行っちゃうんですよ。商品の値下げができるはずの金額が株主に行く。働いて業績を上げたら、その会社の業績としての結果の利益は株主に行く。だから消費者である限りどうやって儲けるんですか。労働者である限りどうやって儲けるんですかっていうことなんですよ。だったら株主として株を持ってる人間になればいいわけですよ。でも思うでしょ、株って高そうでしょ、一株あたりが。なことないんですよ。ミニ株って言って数百円から買える株があったり、それからね、一株単位で買えたりとかね、それこそ1000円以下で買える株ってもういくらでもあるわけですよ。でもそういうことを調べもしないでしょ。だって有名な株って最低取得単価が300万とかね、するわけですよ。そういうふうにビビると、あ、300万ないねって、100万もないよって感じで、株をまあ最初から諦めたになるわけですよ。でも数百円とか一株で買える株があったりとかってことを知ったら、ん？本当なの？じゃあとりあえず持っとこうかなって思うじゃないですか。ねえ、それこそね、高校生のお小遣いでも買えるわけですよ。じゃあね、ここに可愛い女の子のフィギュアがあります。女子高生があります。女子高生がいて、この子がお小遣い毎月3000円もらってるとするでしょ。毎月3000円もらうお小遣いの中から、じゃあ1000円を株買いました。で、3年間高校生活を送る中で36ヶ月あります。36ヶ月で、例えば毎月1株お小遣いで1000円以下で買うと、36株の株主になれるわけですよ、卒業までにね。そしたらその後進学するにしても、社会人になるにしても、株主としての人生が始まるわけですよね。こんなに簡単なことなんですよ。で、40になっても50になっても株のことになんか怖いですとかね、
破産しそうですとかね、株を買うお金がありませんって、いや高校生ができますよと、どうなんですかそれはと思いますよ、うん、だから株にもいろんな商品があります。世の中にもいろんな商品があります。確かに自分に手の届かない商品もあるでしょう。でも手の届く商品のことまで意識を止めないとむちゃくちゃ損すると思いますよ、うん、だから今回ね、私はね、株を持ってるだけでこの株主優待っていう、そういったね制度があることを知ってもらいたい、うん、株持ってますよっていうだけで、あなた株持ってるんですか、じゃあ特典でこれあげますみたいなものがあるんですよ。これこそまさに株でできる不労所得、すぐにできる不労所得ですよ。不労所得とか権利収入探してるわけでしょ。株の、まあ、配当ももらえるし、配当っていうのは金額で出てきますから、300円500円みたいなね配当かもしれませんけどね、それが自動的にもらえる。で株主優待が自動的にもらえる。株主としての権利ね、あるわけですよ。株主総会に出て発言する権利もあるわけですよ。株を持っていれば一株でも株主として経営者にね、いろいろ意見することができるんですよ。どうですか、ね、こういうことにやっぱりね気づいてもらいたい。で今月の4月25日21時からそういったことについてね、もう細かくお話していく、まあ、そんな株を知ったら得するよみたいなね、そんな副収入会議やろうかと思いますんで、ぜひご参加ください。ゲストは株スクール運営中のトータス石井さんでございます。お楽しみに。いってらっしゃい。